また冬がやってきて EV が充電できなく立ち往生する時期がやってくる。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だぜ。極寒のために電力網が逼迫し、EV の充電を控えろってことに去年はなっていたな。技術は進歩してるとはいえ、まだまだ課題が多く根本的な解決にはまだ程遠いそうね。そうだな。また今年も寒波が来たら充電できなくなったとニュースになること間違いないだろう。てなわけで今回は、冬の悪夢極寒のせいで何百台もの EV が立ち往生し死亡した。電気自動車 VS 電気は今年どうなる？ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。秋が深まってくると、気温も徐々に下がってくるよな。でも、みんな冬はまだ先だって油断しがちなんだが、特に車に関しては、初霜が降りる前にしっかり準備しておかないと後悔することになるぜ。そういうことで言うと、そろそろ電気自動車に厳しいと言われる冬が、来るけど、またこの前みたいに寒波で充電できないとかになるのかしらね。寒いとやっぱり問題が出てくると思うし。そうだな。電気自動車は未来の交通手段としては期待されてるけど、寒さには滅法弱い。気温が下がるとバッテリーの性能がガタ落ちして、場合によっちゃまともに走れなくなることもある。しかも、修理代がバカにならないほど高くつくこともあるから、冬が、来る前に寒冷地での電気自動車の課題を理解しておくのは超重要だ。そもそも、電気自動車ってバッテリーで走ってるわけだけど、そのバッテリーが寒さに影響されるってこと？その通り。電気自動車の心臓部とも言えるリチウムイオンバッテリーが、寒冷地では特に問題を抱えるんだ。気温が下がるとバッテリー内部の化学反応が鈍くなって、エネルギーを効率的に蓄えたり放出したりする能力がガクッと落ちる。結果として、寒い時期には航続距離が劇的に短くなって、ひどい時は半分くらいにまで減っちまうこともあるんだ。それってつまり、寒冷地で電気自動車を使うには致命的な弱点ってことよね。半分にまで航続距離が減るなんて、遠出なんかできたもんじゃないわ。そうなんだよ。しかも、それだけじゃないんだ。寒い環境では充電も一苦労になるんだぜ。寒さでバッテリー内のイオンの動きが鈍くなって、充電するのに通常よりもはるかに時間がかかる。ガソリン車なら数分で満タンにできるのに、電気自動車だと数時間も充電にかかっちまう。これじゃあ、寒冷地での生活には使い物にならないだろ？それは厳しいわね。特に寒い地域だと、電気自動車の充電待ちが日常的なストレスになりそう。なんでこんな弱点があるのに、電気自動車がそんなに押されてるのか、理解に苦しむわね。電気自動車の弱点は理論上の話だけじゃなくて、実際に大きな問題を引き起こしてるんだ。シカゴでは、厳しい寒波の間にテスラのオーナーたちが、スーパーチャージャーで長時間待たされるってことがあったんだぜ。寒さで充電ポートが凍りついて動かなくなるケースもあって、充電できずに車が立ち往生するなんてこともあったんだ。寒さで充電ポートが凍りつくなんて、電力があと少ししかない場合には悪夢ね。立ち往生した車なんて、どうにもならないし、シカゴみたいな寒冷地で、こんなトラブルが起きるのは驚きだわ。それだけじゃないんだぜ。カナダのアルバータ州じゃもっと深刻な状況があったんだ。極寒のために電力網が逼迫して、停電の恐れが出てきたんだ。それで、住民に対して、EV の充電を控えろ。って警告が出されたんだよ。車が一番必要な時に充電するなって言われたら、どうしろって話だよな。電力が不足してる時に電気自動車の充電を控えろって、それじゃあ何のために電気自動車があるんだか。停電のリスクが高まると、電気自動車なんてただの大きなゴミになっちゃうわ。その通りだぜ。こういった問題はシカゴやアルバータだけじゃなくて、寒冷地全体で起きてるんだ。EV のオーナーたちは、航続距離が大幅に減少したり、充電にかかる時間が長すぎたり、立ち往生する恐怖を感じてる。例えば、通常なら480キロ走行できるテスラモデル3が、氷点下では290キロ以下にまで落ちることが確認されてるんだ。これは、電気自動車の、未来の交通手段っていう約束と、実際の冬場の、パフォーマンスには大きなギャップがあることを示してるんだよ。未来の交通手段って言葉がなくはね。理想と現実がここまで違うと、どっちを信じればいいのかって話になるわ。電気自動車の性能が低下することによる影響って、想像以上に深刻なんだぜ。例えば、真冬にクロスカントリー旅行している最中、気温がぐっと下がって、電気自動車の航続距離が急激に減少したらどうなるか考えてみろよ。充電ステーションを探してる間に、長い行列に並んで遅い充電速度に耐えなきゃならないっていう悪夢だぜ。寒さが体に染みる中での待ち時間が、ただの休憩じゃなくて、まるで耐久テストだ。普通の休憩が耐久テストになるって、
ちょっと大げさかと思ったけど、実際そんな感じになるのかもね。寒い中での長時間の待ちって、それだけでもきついわ。そうなんだよ。もしバッテリーが完全に切れたら、車はただの氷の塊になっちまうんだぜ。これって、単なる不便じゃなくて、かなりの危険を伴うことになるんだ。普通のガソリン車なら、エンジンをかけたままアイドリングしてキャビンを温めることができるだろ？でも、バッテリーが切れた電気自動車には、その選択肢がないんだよ。そうか、バッテリーが切れたら暖房も止まっちゃうのね。冬場の寒冷地でそれって、命の危険が伴うじゃない。ガソリン車ならそんな心配はしなくていいのに、電気自動車は本当にそこが弱点だわ。そういうことだな。極端な気象条件下では、この暖房の欠如がドライバーや乗客を命の危険にさらすことになる。だから、寒冷地に住む人たちにとって、電気自動車は大きな安全上のリスクがあるんだよ。便利だと思って選んだ車が、いざという時に命取りになるかもしれないなんて、怖すぎる話だぜ。さて、ここまで電気自動車の冬の弱点ばかり話してきたけど、自動車業界も手をこまねいているわけじゃないんだぜ。実際、これらの課題を解決するためにいろんなイノベーションが進んでるんだ。特に注目されてるのが、バッテリー科学の改善だ。今、固体電池っていう新しい技術が開発されていて、これが低温でもしっかり性能を発揮できるって言われてるんだよ。これが実用化されれば、冬場に問題になる航続距離の低下も緩和されることが期待されてるぜ。固体電池って聞いたことあるけど、まだ実用化には時間がかかりそうね。でも、それが実現すれば、電気自動車の冬場の弱点もだいぶ解消されそうじゃない？ああ、その通りだ。それに、バッテリーだけじゃなくて、熱管理システムの分野でも革新が進んでるんだ。例えば、リビアンの R1T って車はヒートポンプを使って周りの環境から、熱を取り込んで、バッテリーにかかる負担を減らしてるんだ。これで暖房を使っても航続距離をしっかり維持できるってわけだぜ。ヒートポンプか、それは賢い方法ね。暖房でバッテリーが減るのを防げるなら、冬場でも安心して走れるようになるかもね。さらに、ルシッドモーターズが導入してるプレコンディショニング機能ってのも注目だ。これは、充電ステーションに繋いでる間に車を温めて、出発前に、バッテリーのパフォーマンスを最適化するって機能なんだ。寒い中で車に乗る前に、あらかじめ車内を温めたり、バッテリーの性能を引き出す準備ができるから、冬場の使い勝手が格段に良くなるんだよ。それなら、寒い朝でもすぐに快適にドライブできそうね。でも、こういう機能が普及するにはまだ時間がかかりそうだわ。そうなんだ。これらのイノベーションはまだ初期段階だから、広く普及するまでにはもう少し時間がかかるだろうな。でも、寒冷地でも安定して動作する耐候性の充電ステーションの拡充も、進んでいるし、未来にはもっと安心して電気自動車を使えるようになるはずだぜ。それ以外にもインフラや電力供給問題とかクリアできるまで、エンジン車はまだまだ現役で続くでしょうね。さて、寒冷地で内燃機関車両と電気自動車を比較すると、やっぱり、内燃機関車両の利点がはっきりと浮かび上がるんだよな。例えば、ガソリン車は燃焼による排熱を利用してキャビンを温めることができるんだ。このおかげで、燃費効率や航続距離に影響を与えずに、車内をポカポカにできるんだぜ。それに比べると、電気自動車は暖房を使うたびにバッテリーを消費しちゃうから、航続距離が減っちゃうんだっけ？寒い地域だと、そこが致命的な弱点になりそうね。その通りだ。さらに、内燃機関車両はエンジンブロックヒーターや寒冷地用オイルと、いった技術のおかげで、氷点下でもしっかり始動できるんだ。対照的に、電気自動車は寒い条件だと始動に苦労することが多く、最悪の場合、さっきから話してる通り立ち往生する可能性もあるんだよな。確かに、寒さで立ち往生するのは勘弁してほしいわ。冬はガソリン車の方が安心して乗れるってことね。その上、ガソリンスタンドが至るところにあるってのも、内燃機関車両の大きな強みなんだぜ。数分で燃料補給ができるから、特に冬の長距離旅行中にはめちゃくちゃ便利だ。電気自動車が頻繁に充電しなきゃいけないのに対して、ガソリン車なら簡単に補給してまたすぐに走り出せるんだ。それもそうね。電気自動車だと、寒波の時に電力需要が急増して、充電がうまくできないってリスクもあるしね。いちいち充電ステーションを調べないといけないのもかったるいし、ガソリン車は電力に依存しない分、その点でも有利か。まさにその通りだぜ。寒冷地で信頼できるのは、やっぱり内燃機関車両ってことだ。電気自動車がいくら未来の技術だって言われても、現実問題として、冬場の過酷な条件では内燃機関車両の方が頼りになるんだよな。結局、寒冷地での実用性を考えると、まだまだ内燃機関車両が優勢ってことね。
未来の技術も大事だけど、今のところは確実に動くものを選びたいわ。電気自動車が寒冷地で直面する課題を考えると、特に厳しい冬がある地域に住んでる人たちにとって、果たしてそれが投資に見合うかどうかって疑問に思うのは当然だよな。今の電気自動車技術は、極端な条件下だと苦労することが多いんだぜ。確かに、冬の寒さで電気自動車が苦労するって話はよく聞くわ。でも、それでも最近の技術革新で少しずつ改善されてきてるんじゃない？そうなんだ。改良されたバッテリー技術や、先進的な熱管理システム、それに、充電インフラの拡充なんかは、どれも明るい未来を約束する進歩だ。けど、内燃機関車両も黙ってるわけじゃなくて、燃費効率が向上して、環境にも少しは優しくなってきてるんだよな。そう考えると、内燃機関車両の進化も無視できないわね。どっちが本当に環境に優しいのか、一概に言えないところがあるわ。一部の人にとっては、暖かい気候や短距離の通勤には電気自動車を使って、長距離旅行や厳しい、冬には内燃機関車両を頼るっていうハイブリッドなアプローチが最適かもしれないな。最終的に、電気自動車が冬の苦労に見合うかどうかは、その人のニーズや状況次第ってことになるだろうな。そうね、結局トヨタが言ってるように、自分に合った選択をするのが一番だわ。電気自動車の利点と限界をしっかり理解しておくことが、賢い決断につながるのよね。その通りだぜ。技術が進化し続ける中で、消費者に提供される選択肢もどんどん進化していくはずだ。だから、今後の動向を見守りながら、冷静に選んでいくことが大事ってわけだな。さて、先ほどちらっとリビアンの話が出てきたから、その関連の話を一つ。イリノイ州ノーマルにあるリビアン工場で、約50台の電気自動車が火災に巻き込まれたんだぜ。リビアンって言えば、アマゾンの配達用バンも作ってるんだけど、そのバンの一部も火災を起こしたらしい。火災が起きたのは土曜日の夜9時45分頃で、最初の報道では工場自体が燃えてるって、話だったけど、実際には駐車エリアにあった複数の車両が燃えたんだってさ。工場自体が燃えたんじゃなくて、駐車エリアだったのね。でも50台も燃えたとなると、相当な被害じゃない？しかも新しい R1T ピックアップトラックや R1S SUV だって話だけど。そうなんだ。初めてこのニュースを見たとき。これ、品質問題がある車両の隔離エリアじゃないか？って思った人も多かったそうなんだ。メーカーって、品質に問題が出た車を隔離して、修正してから出荷するだろ？特に電気自動車の場合、バッテリーに問題があるとその車両を専用のエリアに隔離することが多いんだ。なるほど、問題がある車両を他の車から離して保管するってわけね。でも今回のケースでは、そんな隔離エリアには見えなかったというわけか。そうなんだよ。普通、こういう隔離エリアでは車同士を15メートルくらい離しておくんだ。でも、このリビアン工場の状況を見ると、車両は輸送準備のためにかなり密集して止められてたようなんだぜ。だから、これは隔離エリアじゃなくて、火災が起きた後にフェンスや、コンテナを持ち込んで、損傷を隠そうとしたんじゃないかって思うんだよな。ふむ、つまりリビアンは損傷を最小限に見せようとしたのかもしれないってことね。でも、実際のところはどうだったのか、気になるわ。映像を見てみると、火災が発生した当初はフェンスやコンテナなんて設置されてなかったんだよな。製造施設での火災自体はそんなに珍しくないんだけど、普通は小規模で済んで、内部で処理されることが多い。だから、消防隊が出動することはほとんどないんだ。でも、電気自動車に関しては、今回みたいな火災が何度か報告されてるんだぜ。普通の車と違って、電気自動車ならではのリスクがあるのね。そういえば、昨年末にも GM で大規模な火災があったわよね。あれも電気自動車だったわ。そうそう。それにリビアンも、これまでにアマゾンのために、1万5000台以上の電気配達バンを製造して、全米に展開してるんだ。でも、これらのバンが同時に燃えた事例も報告されてるんだ。例えば、2023年にソルトレイクシティで発生した火災では、充電中の車両が3台も燃えちまったんだよ。この火災はバッテリーじゃなくて、車両の前方、つまり充電システムから始まったみたいで、火が、車両全体に広がって、その後バッテリーが熱暴走を引き起こしたと考えられてるんだ。それって、充電システムが原因で火災が広がったってこと？ああ、そういうことだ。最近の火災の映像も衝撃的だったんだけど、幸いなことに別の、コンテンツ制作者が昼休みにその映像を撮影してたんだよ。映像を見ると、火災はまた車両の前方から始まったようなんだ。だから、これも充電に関連してる可能性が高いんだぜ。リビアンのケースを調べてみると、充電ポートから火災が始まったって報告がいくつかあるみたいね。でも、高電圧バッテリーが原因じゃないことも多いのかしら？そうみたいだな。
だけど、もし高電圧バッテリーが燃えたら、消防隊はさらに後方に退避しなきゃいけない。なんでかっていうと、バッテリーが燃えると非常に有害なガスを放出することがあって、それに巻き込まれるのは避けたいからだ。そう考えると、電気自動車の火災ってやっぱり厄介ね。安全な鎮火方法がまだまだ普及してないし。普通の車両火災だと、消防隊は100フィート、つまり約30メートル以内に接近して消火活動をするんだが、電気自動車の場合はもう少し後ろ、約150フィート、45メートルくらいから始めるべきなんだ。今回の火災映像では、消防隊は250フィート、約75メートルも後方に位置していたんだよな。ちょっと過剰かもしれないが、安全を優先するのは間違いないぜ。火災現場に近すぎるよりも、遠くから徐々に近づく方が、状況に合わせて対応しやすいんだ。確かに、安全第一でやるに越したことはないわね。電気自動車の場合、予想外のリスクが多そうだし、慎重に越したことはないわ。そうなんだ。それで今回の火災で特に興味深かったのは、映像に映ってた、ジェット炎なんだよ。これがバッテリーから出たものかどうかははっきりしないけど、場所を考えるとバッテリーが原因ってのはちょっと考えにくいんだよな。この車両のバッテリーボックスを直接見たことはないけど、もし 12V の、リチウムイオンバッテリーだったとしたら、似たような現象を見たことはあるんだ。ジェット炎って、なんかすごい響きだけど、それがバッテリーからの、ものじゃないとすると、他に何が原因でそんな炎が出たんだろう？実は、最近の車では可燃性の冷媒が多く使われてるんだ。だから、HVAC システム、つまり空調システムの故障が原因で、ガスが吹き出して、ジェット炎が生じた可能性もあるんだよ。さらに、バッテリーの上部にはアクセスパネルがあるように見えるんだが、もしこのパネルがある未成だったと、したら、高電圧バッテリーボックスに穴が開いてガスが放出され、それが炎を引き起こした可能性も考えられるな。なるほど、いろんな可能性が考えられるわけね。電気自動車の火災って、単純にバッテリーが燃えるだけじゃなくて、いろんな要因が絡み合ってるのかもね。そうだな。電気自動車の火災は複雑で、原因が一つとは限らないんだ。だからこそ、消防隊も慎重に対応しなきゃいけないし、こうしたリスクを理解しておくことが大事なんだぜ。あの消防士たちは素晴らしい仕事をしてるんだぜ。炎天下で複数の車両火災に対応するって、ほとんどの人にはその過酷さが理解できないだろうな。確かに、火事現場での作業って想像以上に大変よね。特に電気自動車の火災だと、普通の火災とは違うリスクがあって、一層難しいんでしょうね。その通りだ。こうした大規模な火災を見ると、電気自動車が屋内で大量に充電されてる状況がますます不安に感じるよ。今後、車両の電動化が進むにつれて、こういう状況が増えるだろうからな。でも、なんでこんな話題に触れてるかっていうと、内燃機関車両の方が、電気自動車よりもはるかに頻繁に燃えるってこともあるんだよ。そういえば、ガソリン車の方が火災のリスクが高いって聞いたことがあるわ。だけど、今回の火災は全て新品の車両だったんでしょ？頻度と重大性って、どちらも無視できない要素よね。そうだな。内燃機関車両は確かに燃えることが多いけど、今回のように新品の、電気自動車が大量に燃えるってのは、また別の問題なんだ。頻度ももちろん大事だけど、重大性、つまりどれだけの影響を、与えるかってことも、しっかり考慮しなきゃならないんだぜ。結局、電気自動車の普及が進むと、こうしたリスクも増えていくのかもしれないわね。これからの技術革新に期待しつつも、慎重に対応していく必要がありそうね。皆さんは今年の関東 EV はどうなるかについてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。